相川翔は、日本の俳優、タレント、歌手、司会者、ラリードライバー。本名、福地家弘。徳島県徳島市生まれ、鹿児島県鹿野屋市出身。身長178センチメートル、血液型は AB 型。徳島県徳島市生まれ、海上自衛隊の幹部自衛官でパイロットだった父、福地家郷の転勤に伴い、 山口県岩国市、栃木県宇都宮市、千葉県館山市と移住を繰り返した。1967年1月16日、内京が登場していた第21航空軍第101航空隊の HSS-2 が、徳島沖での訓練中に、第3航空軍第11航空隊所属の S2 階から、1と空中接触し、墜落、乗員全員が殉職した。 この時、相川は5歳だったが母親が臨月だったため、代わりに、相川が父親の遺体を確認した。この事故は、マスコミ各社で大きく取り上げられ、当時の新聞には、待合室の椅子に座り、同行したおじが読む新聞を覗き見する、子供時代の相川の写真が載った。この事故について、相川本人は、ファミリーヒストリーに出演した際に、 父親のニュースを誤さながら覚えていたと語っていた。この後、母の実家、鹿児島県鹿屋市に転居しその後は、鹿屋市で育った。鹿屋市立鹿屋小学校、鹿屋市立第一鹿屋中学校、鹿児島県立高山高等学校、東京工学院専門学校卒業。なお、本籍地は、生まれて今日までずっと祖父が住んでいた東京都となっている。 高校時代までは、体育教師を志しており、体育大学への進学を希望していたが、願者の出し忘れにより受験ができずに終わった経験がある。専門学校在学中、雑誌、ポップティーンの創刊時に、アルバイトのライターとして、アスカ新社に出入りするようになる。ライター名はショー、小ロンリーリバーで、ロンリーリバーは、相川の英語読みである。路上パフォーマンス集団。 激男一世風美に所属し、全略、道の上より、で、一世風美、セピアメンバーとして、レコードデビュー。1986年には、青の情景で、ソロデビューを果たす。1988年、長渕剛から出演依頼を直々に受けた、テレビドラマ、トンボに出演。1990年には、その存在感と演技力を、高橋晩名に見込まれ、 V シネマ、ネオチンピラ、鉄砲玉ピュー、映画、シシオたちの夏の主役に抜擢される。1995年には、相川正明義で監督デビュー。助演男優として、棒の悲しみや、うなぎといった作品にも出演し、テレビドラマや、テレビコマーシャルへの出演機会が増え始める。2004年に出演した映画、ゼブラーマンで、主演作品100本の快挙を成し遂げる。 竹内力と共に V シネマの帝王,王と呼ばれる。2005年の日本アカデミー賞で優秀主演男優賞を受賞。近年はバラエティ番組にも出演。2010年6月4日に孫が誕生した。TGR ラリーチャレンジで相川翔がドライブするトヨタビッツフレックスチーム翔のトヨタランドクルーザープラド車好きで映画 SSSS 出演の際三菱 スタリオン 4WD ラリーを見たとき、鳥肌が立ったとコメント。またラリー出場ドキュメント撮影のため、国際 C 級ライセンスを取得、映画、SS に登場したフォードフィエスタ ST で、ラリージャパン2008にプライベート応募で出走。デイにデリタイアしたものの、スーパーラリー規定によりペナルティ加算を受け復帰し、その後は走り切った。同じくドキュメント撮影のため、2009年に、 ヒルクライム競技の最高峰である、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムに出場、オープンクラスに手ごい。この時は、コドライバーに、ドライビングコーチ役のプロドライバー、やつ、田原文優が急遽登場することになった。2010年は、自らのチーム、チーム賞を結成して、ラリージャパンに参戦したほか、2011年からは、フレックスフェデラル賞相川レーシングを結成し、 アジアクロスカントリーラリーに参戦。2011年2012年は自らドライバーとして参戦し、2012年にはクラス優勝も果たした。また2012年パイクスピークにはトヨタモータースポーツ有限会社製のパワートレインを搭載した電気自動車の TMGEVP002 で参戦。ドライバーは八田原で、こちらもクラス優勝を飾った上総合でも6位に。 入った。この他、全日本ラリー選手権にも、トヨタ86で、自らステアリングを握って参戦。北海道では、リタイアに終わったが、渋川ではクラス8位で完走した。2013年からは自らは監督業に専念し、ドライバーには、タレント仲間であるヒロなどを起用し、クロスカントリーラリーに参戦。また同年から、カーディーラーのフレックスが、 タイトルスポンサーに就任しており、公式サイトでは、フレックスレーシングチーム賞としての活動が記録されている。2016年には3年ぶりに自らステアリングを握り、トヨタアクアで TGR ラリーチャレンジに参戦。C-1 クラスで6位で完走した。2017年にも続けて、ラリーチャレンジの参戦に、スポット参戦。マシンは前年と同じくアクア。 基礎では C-1 クラス6位、渋川ではクラス9位、新城はクラス8位で、それぞれ完走している。2018年もやつ、田原を小ドライバーとして同クラスに参戦、地野では10位で完走した。2019年はマシンをトヨタビッツに、2021年はトヨタヤリスにそれぞれ切り替えて参戦を継続している。1995年に、 元女優の青地組と結婚。青地は再婚で、青地の三人の連れ子の父親となり、後に青地との間に二人の実施を設けた。趣味は釣り、ゴルフ、昆虫採集、メダカの飼育である。朝日の昇る前から起き、家族が目を覚ます前に散歩をするためか、夕方には、すでに眠くなり、20時か21時には床に入るという。リカとは、家が、隣同士。 家族ぐるみでの付き合いで、互いの自宅で頻繁に食事をしている。喫煙者である。自身がモノマネされることを好意的に見ており、有吉弘行、花香義明、伊達美紀夫に対して面白いから、今後もよろしく頼むと語りかけたほか、映画で共演した自身のそっくりタレントの愛、小出翔の芸名の名付け親も、アイカ川とのこと。芸能人の運動会番組で短距離走に、 出場した際に、後の芸能人最速男井出楽居と対戦し、一度はリードを許したものの、ゴール前で追い抜いて勝ったことがある。また、この番組収録の後に自身が病院送りとなった。妻とは、六本木のカラオケ屋21にて、武蔵丸光弘の大関昇進パーティーに参加した際に出会った。青字はその日、矢沢英吉の妻とパーティーに来ていた。 結婚後はおじは、福地組名義で、相川の所属事務所の社長を務め、相川の主演映画の企画プロデュースなども手掛ける。5人の子供を持つ親であり、長女は小さみのみなみ、次男はスキャンダルのマネージャー。末っ子で、次女は福地桃子。長女、長男、次男は妻の連れ子、三男、次女は相川の実子であるが、5人ともに、 全員俺の子供という方針で接している。妻の全夫とも家族ぐるみの交流があり、長女、長男の結婚式には全夫も招いている。南とはミュージカル、ヘッズアップや散歩サンデー、鉄子の部屋などで共演。福地とは仮用華麗なる借金返済作戦、絆ワーク等にて共演している。2016年10月27日放送の ファミリーヒストリーで本名を公表。また、相川章の由来は、愛趣味を川に流して、章を立て、であると明かした。先祖は、佐賀鍋島藩の家臣である福地家であり、父方の祖父は、満州で、刑務官僚として働いていたが、1945年9月、ソ連侵攻からの避難民の警護任務中に、貴族の銃撃を受け死亡した。 父方の祖母も生後感もない娘と共に満州で死亡。相川の父の弟米二人だけが父の部下に救出され日本に帰国した。長男だった相川の父は病気を理由に佐賀の実家に預けられており、そこで親兄弟の死を知らされた。2000年代後半頃から各メディアでしばしば昆虫好きであると紹介されるようになる。 特にカブトムシについては2015年までに約2万5000匹を浮かさせた実績があり、カブトムシ愛好家という肩書きで紹介されることがある。2015年に公開された昆虫生態ドキュメンタリー風映画、ありのままでいたいには出演していないにもかかわらず、初日舞台挨拶会を鑑賞し希望する人に自ら浮かさせ、育てたカブトムシの成虫に100匹をプレゼントしたこともある。 これは、配給元の東映が、虫の魅力を知ってほしいとの理由から、芸能界屈指の昆虫愛好家でカブトムシを、毎年数千匹繁殖させている相川に依頼した、ことで実現した。相川は快諾し、自身は VTR 出演となり、映像を通じて鑑賞した来場者へコメントを、発表した。なお、東映によると、来場者プレゼントで生物が配られたのは初めてとの、 ことなお、2015年は育てたカブトムシのうち1匹が全長 88mm に達し、普通のカブトムシとしては世界記録級の大きさだったためにネスブックへ申請したり、同年入荷させたカブトムシの2匹が一節には確率1万分の1とも言われる死有モザイクであったことがわかるなど、昆虫に関する報道が相次いだ。ありがとうございます。